岡崎市立慶也小学校は愛知県岡崎市の公立小学校。校門岡崎市桜形町に位置する小学校。1873年に創立した。本校は岡崎市の市街地から遠く離れており、学校周辺は山と森に囲まれている。通称は形小、形野小などがある。なお、本学区の非対中性は、 吉野部寮に入寮できる。豊富小学校、夏山小学校、宮崎小学校、下山小学校とともに、岡崎市立ぬかた中学校の学校を構成する。本校では5つの委員会が存在している。代表委員会は中学校でいう生徒会の役割を果たしている。本校では1.2年生は生活科として3から6年生総合学習を 木の目学習として学習している。5年生については学習内容が決まっていない。部活動をするのは4年生から6年生。児童数が少ないので夏はソフトボール部またはフットベースボール部として活動し、秋の陸上大会までは陸上部で活動する。10月から翌年3月までは部活動は行わない。教育要覧。岡崎市教育委員会。 pp 106から1072020年7月26日閲覧教育要欄、岡崎市教育委員会 pp120 から1212020年7月26日閲覧教育要欄、岡崎市教育委員会 pp122 から1232020年9月27日閲覧 岡崎町物語46系野学区。岡崎市市政100周年記念サイト。2020年7月26日閲覧。木の目学習主な活動を従来に、愛激減していた、笹ゆりを保護、育成するための団体。片の笹ゆりの里育成会が2000年に発足した。同団体の活動の一環として、形や小学校3年生の児童は笹ゆりの種まき。 旧婚の移植、群生地の観察などを行っている。岡崎の教育文化賞を決まる小林邦夫さん、弓立真理さん、東海中自然科学部方の支えの里育成会。東海愛知新聞。 http://www.fmokazaki.jp スラッシュ東海スラッシュ1 4 1 1 0 9 h t m l 2 0 1 7年5月6日閲覧。毎日新聞2013年3月11日、学校と私、子供時代の体験が、アイデアのもとに引く、漫画家、鳥井和義さん。ありがとうございます。